サポート可能でしょ。回復するね。アスナ、ありがとうございます。弱ってるから。
とうございます。アスナ、ありがとうございます。ねえねえ、アスナ、ありがとうございます。回復するね。私もレベルアップ。まだまだ。クレハ、レベルアップ。レベルアップしたよ。こんにちは、レイちゃん。それに、レイちゃん。セリスカ、マスターはフィールドボスをちゃんと撃破できたですよ。よかったわね、レイちゃん。マスターがちょっとは人並みに頑張れる人で。マスターはやるときはやるのです。でもね、砂に覆われた孤島にも同じようにフィールドボスがいるのよね。当然、残影の荒野のフィールドボスよりも高レベルよ。あら、やる気はあるのね。やる気があるのはいいことだと思うわ。実際できるかは別に。そうね。でも、ここのフィールドボスをクリアできたら攻略最前線に追いつくことも夢じゃないかもしれないわね。それじゃ、SBC フリューゲル解放のアップデートに間に合うよう頑張ってみるといいわ。マスターのやる気、私も感じましたですよ。砂に覆われた孤島のフィールドボスも頑張って攻略しましょう。ファイト！あーなのですよ。君って初心者なのにアファシスを手に入れたんだって。いいな、リアルラックが高い人は。しかもシノンたちといつも一緒なんだろ。
強いプレイヤーと一緒に狩りができれば効率もいいよね。どうやってシノンたちに取り入ったんだい？僕なんかステータスの振り分けを失敗して散々だよ。アジリティ型最強とかいうデマを信じた僕がバカなんだろうけどさ。ステータスなら振り分けが可能です。方法はですね、そのくらい知ってるさ。でもステータスを振り直したら今までの装備も変えなきゃならない。どんなに狩りに行ってもろくな武器がドロップしないし、そのせいでランキングにすら入れない。最悪だよ。今度こそ完璧にやり直すはずだったのに。冷たいなあ。シノンから何か聞いたかい？いや、シノンは自分から話すタイプじゃないな。そうだ、あいつから聞いたんだろう。本当に君は何も知らないんだね。善人面して人の大事なものを勝手に奪おうとする。シノンはあいつのせいで変わってしまった。君たちもあまりシノンには慣れ慣れしく近づくな。彼女はすごいんだ。強くてクールで、君たち普通の人間とは違う世界にいる。彼女は特別な存在なんだ。